シニード・オコナーはアイルランド出身のミュージシャンである。名前のかな表記には揺れがあり、デビューからしばらくはシン・ニードやシニードなどの表記もあった。2018年10月より、主ダ・サダカットに改名、ダブリン生まれ、両親の不仲と離別、カトリックの厳格な生活に対する反発によって、すさんだ、少女時代を過ごしたことは、 その後のオコナーの講師の活動に大きな影響を与えることになった。母親の事故死の後、ロンドンに移って音楽活動を続けた。1987年のファーストアルバムザ・ライオンザ・コブラは穏やかさと攻撃性とが巨来する作風の曲が特徴である。こうしたアンビバレント性はスキンヘッドという彼女のスタイルにも カトリックに対しての愛憎の念が入り混じる言動にも現れている。ちなみに、ザ・ライオンザ・コブラは旧約聖書の詩篇に現れる言葉で悪魔の隠諭である。1990年のセカンドアルバム、青い囁ささきからシングルカットされたプリンスのカバー曲、ナッシング・コンペアーズ・トゥユーが世界中で大ヒットし、アルバムは英米で1位を記録した。 デビュー当時からの過激な言動も相変わらずであり、例えばアメリカのツアー会場で習慣となっていた、コンサート前のアメリカ国家を拒否して騒がれた。とりわけ1992年10月、サタデーナイトライブの生放送中に、真の敵だとして、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世の写真を破ったことにより大きな物議を醸し、直後のボブ・ディランのトリビュートコンサートに参加した際には、 大ブーイングを浴びながら一人だけ、ボブ・マーディのーの棒を歌うことになった。その後は、過激さは影を潜め、さらに1999年には、キリスト教系の信仰宗教団体である、独立カトリック教会の女性主催となって、人々を驚かせた。発表作も、レゲエやアイリッシュトラディショナル、スタンダードのカバーなど、伝統的な色彩が濃くなっている。 2003年に一旦引退を発表し、音楽活動を休止していたが、2005年に、レゲエのカバーアルバム、スローダウン・ヤー・アームズで復帰した。2018年、イスラム共への改修を公表。シュハダ・サダカットと解明した。ありがとうございます。